皆さんこんばんは。前回いよいよ決戦が迫り、家康様は唇をかみしめて信念を貫こうとします。家族や配下を失ってでも太平の世の礎となるために歩みを止めない、守護霊の力によって家康様の覚悟を知ったウィリアムは鳥居さんの助太刀をしに伏見に向かいます。あやかしの軍に城を攻められ、鳥居さんは絶体絶命のピンチに立たされていました。西下州の頭目西下孫一に行く手を阻まれましたが、なんとか勝利し鳥居さんの元へ急ぎます。するとそこには最後まで敵に立ち向かおうとする男の姿がありました。世界一かっこいい背中を見せられ、一瞬で鳥居さんに心を奪われてしまう、そんな回となりました。今回はその続きからとなります。それでは本編をどうぞ。